最近、うん、このある方に、うん、君は思考だよって、うん、思考型だよって、はい、僕そこだけは譲らなかったんです、はいはい、もう MBTI とか、うん、16タイプを学んだ瞬間、うん、カーシー博士から、はい、もう僕は F です、うんうん、F 宣言をして、うん、T を上のものとして崇め立て祭り、はい、T がいかに素晴らしいかを語ってきたんですけど、うん、あなた T ですよ、うん、って言われ、またこの複数のツイッターでフォローしてくださってる方に、うん、実はそう思ってましたと、うん、T ですって、はい、というのは、うん、まあ、ある方からは、うん、私の友達の 中にいる、うん、ISTJ と、うん、もう瓜二子ですと、うん、反応とか、うん、やってることとかが、うん、って言ってくださる方とかもいらっしゃり、うん、僕の中では確かにこの動画の中で、うん、僕は言ったんですよ、うん、効率的に動いている、はい、ただまあ僕の場合の前提は、うん、その人間はすべからく効率的に動いているものである、うん、よって、うん、二等兵も効率的に動いている、うん、かっこ、うん、だってさ誰もさ、うん、今日は非効率的に動くぞ、うん、今日は非効率的に仕事をするぞって思わないじゃん、これは 100% だよねって思っていうところを僕が効率的が好きっていうのを受け止めたかなって思ったんですよ、うん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 、すいません。で、まあ、その理屈は僕は分かります。その理屈、あ、二等兵が言ってる、そうそうそう、まあ、全ての人が効率的というか、まあ、多分合理的って言ったと思うんですよね。あ、なるほど、すいません、合理的、合理的、はい、で全ての人は合理的に動いてるっていう理屈は分かります。動いてますよね、動いてます 100% ですよね。その合理的って目的に対して合理的って話じゃないですか、うん、その人が思ったことですね、うん、そう、だから楽しみたいと思って楽しむのは合理的な話じゃないですか、はい、仕事ほっぽらかして楽しむのほっぽらかしてねまあこれは東京の方に伝わるかどうかは分かりませんが、はいはい、分かって、はい、だ仕事やらずに遊ぶみたいなのも、はい、その人にとってみたら合理的な行動ですよねっていうのは確か NLP で出てきたじゃないですか。そうですね、はい、要は引きこもりも、引きこもりも全ての行動には合理的な理由がある、はい、のでその観点でいくと全てみんな合理的ってなるわけじゃないですか。で多分思考タイプイコール合理的ではないと思うんですよね。あ、合理的じゃないっていうんじゃなくて、はいはい、イコールではない、イコールではない、うん、論理的っていうのに合理性が必要だから合理的に見えるぐらいの感じで、ただその、うん、である方は私のことを ISTJ だ、はい、に見える、見える、うんうんうん、とおっしゃってくださっており、うんうんうん、で ISTJ って探すじゃないですか、うんうん、そうすると、うん、なんか性格悪いって出てくるんです、はいはい、あの予測変換が、はい、性格悪いなんですよあ、ちょっとそれズキッときて、うん、ただまあ見ていくと、うん、あの相手の感情を読まずに自分が思ったことを言うとか、うんうん、っていうのは、うん、僕なんていうの、数々この動画の中で、はいはいはい、多分やってるんですね。やってます。やってますか、やっぱり人の感情を考えずに、人の感情を考え、自分の感情で言ってる感はあるじゃないですか、はい、ありますね、うん、で最近はあの自分の基準で言ってるみたいな、はい、でコメントで、はい、あのおじさんが不愉快だっていう叱りも受け、じゃあ謝罪もしたんですけど、はい、でまあ、うん、あの思い当たらない節も、思い当たる節もいくつかあるんですね、うんうんうん、やっぱり、うん、でただまあその ISTJ に向いている仕事、はい、ISTJ は管理者ですみたいなのを、うんまあ、16タイプでは言ってるんですけど、うんうん、16タイプの性格では、うん、で向いてる仕事としてはなんかその数字を取り扱って、うん、あのきっちりやり遂げる、うんうん、みたいなことが書いてあり、うんはい、いや俺はエンターテイナーだよって思うんですけど、うん、反面、うん、ああいうのでかっちりやってかっちり終わる仕事が、うん、その車の装備表とか僕作ってるんですけど、うんうん、ああいうの好きなんですね、うん、すっごい細かいのを1日かけてコツ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 やっていく、うんうんうん、コツコツ仕事好きなんですよ、はいはい、で分からなくもないんですね、うんうん、そうするともう ISTJ なんて、うん、僕今の自覚が ENFP なんですけど、うんうん、全部逆なんですよ、うん、で全部逆に見てる人もいるんですね、うん、僕は ENFP だと思ってる、うんうんうん、けど、うん、二等兵さんは ISTJ だっていう人がいるんですよ、うん、どう思います？
これ MBTI のどっちがしっくりくるかって話、自分的にはどうなんですか。ただまあこれ年取ってくると、はい、まあ、どんどん曖昧になってくるじゃん。だから自分が、はい、どんどん何が好きだったかも、うん、全てが変わってきていて、うん、その皆さん、まあ、これ今聞いてくださっている方が、はい、おいくつの方か分かりませんが、うんうん、多分20歳ぐらいの時と30代ぐらいの時と、うん、もう僕50に突っ込もうとしてるんですね、はい、だいぶ感覚って変わってきますよね、うん、なのでそのどっちがしっくりくるかって言われると、うん、ただまあ今までの僕って、うん、ENFP とか ESFP を目指してやってたよねっていう自覚もあります。それがしっくりくる感じ。しっくりっていうのはちょっと今もう答えを出すのが怖いんですけど、そのまあ管理者としてやってきたみたいな感じがしっくりくるのか、自分が自然にやってるのはどっちかみたいなところじゃないですか。エンターテイナーですよ。エンターテイナー、笑わせたい、笑わせたいと思って、うんうん、目立ちたいっていうので、うん、承認欲求を埋めようとして生きてきている感じです、うんうん、でそうやって承認欲求を何て言うんだろう、目立ちたいでやっていくと、うん、若干特別な人に行けるポジションじゃないですか、うん、はい、ちょっとだけ目立てる、その普通の時でも、うん、普通の場所でも、うん、なんかそういう目立ってれば、うんうん、ちょっと特別な人っぽく見られるじゃないですか、うんうん、そういう優越感もあり、うんうん、そういう自分を利用して結婚もし、うん、仕事も得てるんですね、うんうんうん、まあ、子供の時から、ずっとそのポジションが自分にとって有効だよね、うんうんうん、楽していける、うん、勉強しなくても一目置かれるとか、うんうん、特別扱いしてもらえる、うん、楽なんですよ、うん、運動もしなくていいんだもん、うんうん、勉強もしなくてもいいんだもんただパー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 喋ってるだけで頭良くなくてもいい頭、うん、まあこれはね、うん、将来苦しむよそういう子は将来 自己の喪失を味わうんですけど、うん、まあ、でもそこを突き詰めればみたいなところはありますよ、ね、まあ、そこを突き詰めるとまあ、うん、テレビで活躍してる人はそうなんでしょうね、はい、で中途半端に行くとこういう中途半端な大人ができるんですよ。でもまあどれでもそうですよね、中途半端に行くと中途半端なでまた、まあ、大体みんなその辺にいるって話ですよ、うん、あ、68% がね、はいはい、ベルカーブの真ん中ですね、真ん中に 68% が、うん、でもそれでも110の人とやっぱり80の人は違いますよまあ分かんないですけど、はい、うん、というところで、はい、なんかもうしっくりくるのは、うん、ENFP の方なんですけど、うんうん、ISTJ に見れるよって、うんうん、言われるのも、うん、最近で言うと、あ、そういう仕事も好きな僕いるよねもあるんですよ、うんうん、でまあ、それは分かります。いろんなタイプにいろんな いるじゃないですか、自分がいるどこ見てもあ、ここの部分は当てはまるなっていうのが、はい、まあ、半分ぐらいにいる感じがするんですよでこれは MBTI 的にはどう言ってるタイプの決め方とかって、はい、タイプの決め方は結局あの16パーソナリティと MBTI で、はい、16パーソナリティとかカーシー博士は、はい、実際どう行動してるか、あ、16タイプの方もそうですね、結局は実際の行動なんですね、うん、実際の行動、どっちをよく使ってるかみたいな、 F と T どっちを使ってるか、 S と N どっちを使ってるかみたいなところで、カーシーそうでしたね、はい、はい、で MBTI は、はい、自分がどう思ってるかだから表面に出てないこともある。本当はなんか思考を使いたいんだけど、周りがこう感情タイプばっかりだからそこに溶け込むためにずっと感情を使ってるみたいな人も普通にいるし、まあ、逆もあるみたいな、あ、はいはい、っていうところ でそうなってくると外の人からは分からない、結局その人の内面のことだから、だからしっくりくる方って言ってるんですよ、あなたがしっくりくる方ですよってああなるほどそう、そんなのは人から見て分かるところじゃないんだから、あなたどっちがしっくりきますかっていう。そうするとなんかある質問では、うん、だったら自分で決め放題じゃないですか、それしっくりきてるんですか本当にって話じゃないですか。あ、なるほど、自分の胸に手を当てて考えてみてくださいっていうスタンスですよなるほど、はい、だからまあ掴もうと思えば掴めるとは思うんですよね。ただ本当に自分がそのタイプかってなった時にどうかみたいなところじゃないですか。ああ違うかもしれないって思ったりするじゃないですか一人でお風呂入る時に鏡に向かって、はい、うん、俺は T だって言えるかって話ですね。そうそう、
あでもなんかやっぱりちょっと違うなって思ったりするわけじゃないですか、違和感があったりすると、ま、でそこで僕はその比較三原則の中、うんうん、いや比較三原則っていうのは、はい、人と比較してはいけないっていう時なんですけど、はいはい、うん、そのなでも僕は結局ゴリゴリの T っぽい人っているじゃないですか、はいはいはい、うん、あのと比べてしまうと、うんうん、いや僕はもう T だなんておこがましいが出てくるんですよ、うん、それは僕もありますよ、なるほど、はい、うん、ただまあ東大行く人の中でも、うん、F と T は半々ぐらいなんでしょうね、多分そうだと思いますよ、まあ、価値観の違いじゃないですか、価値観本当に論理的かどうかっていうよりは、はい、論理的なことを重視するか、はい、その対人とか価値観みたいなのを重視するかみたいな、なるほど、うん、だからこう論理的に考える、こういう時なんか問題が起きた時に論理的に解決した方がいいよねって思うか、ちょっとなんかみんな一致団結してこの問題に取り組もうよみたいな感じで思うかみたいな、なんかそのなんかケースバイケースだよねとかなんかありますよね、はいはい、あただそのしっくりきますかっていうのは、うん、とてもしっくりきますね、うんうん、それはあの MBTI の公式の方のご意見ですもんね、はいはい、公式の方が言ってたので調べました、はい、あなるほど、うん、そしたらやっぱりそんな感じ、そういう感じだった、あなるほどこういうことかっていうのが分かった感じ、